銀色に輝くブレードと個性豊かなハンドル、丁寧に命を吹き込まれたナイフが織りなす世界一への物語が今始まります。これだけのスペースの中のラインをきれいに違和感なく収めるということなんですけども、きれいにまとめるということをこだわってます。佐世保のカスタムナイフ作家松崎武さん、製氷会社に勤める傍ら家業の農業、ナイフ作りと三足のわらじ生活を送っています。2009年アトランタで行われた世界最大のナイフショーに出品したナイフは2つの部門で世界一を受賞、160万円の値がつけられました。受賞したナイフはですね、セフィールドナイフの王侯貴族に献上するために精度の高いナイフをですね、その当時作ってたんですね。それを私が復刻してアトランタのコンテストに持っていったと。これがですね、さっきのナイフの図面になるんですけども、さっきの部品のが24丁出しなので軽く30枚は超えてると思います。その緻密な作業は時間を要し、中には2年がかりで書き上げたものもあったそうです。調整するところが難しいですよね。ロックがきれいに外れる、閉じ込む時にはパチンと閉じ込む、ただ単にこれだけの動きじゃダメなんですよ。軽やかさもあり重みもある、もう作り手しかわからないんですよ。ナイフ作りを始めたきっかけは趣味の釣りで使う頑丈なものが欲しかったから。最初は刃と柄が一体化したものから作り始め、どんどんと多機能なナイフに惹かれていきました。今も様々な種類のナイフに挑戦していて、自宅の包丁も自作。佐世保市のふるさと納税の返礼品にも選ばれ、現在3ヶ月待ちの人気商品になっています。趣味のね、ちょこっと自分で使うナイフが必要だったんで作ったんですけど、自分のライフワークとして死ぬまで作っていきたいですね。小さな工房から世界へ羽ばたくくすみ火色の芸術、今日もその刃に命が吹き込まれていきます。アメリカにもう一回行きたいですね。それともう一回ダブル受賞したいっていう気持ちはあります。それが目標です。